タリンのアレクサンドルネフスキー大聖堂タリンのアレクサンドルネフスキー大聖堂タリンのアレクサンドルネフスキー大聖堂はエストニアのタリンにある聖教会の教会である。聖聖ロシアの一地方にエストニアが組み込まれていた1894年から1900年の間にミハイル・プレオブラジェンスキーによって典型的なロシア復古主義のスタイルに設計され建設された。 アレクサンドルネフスキー大聖堂は、タリンにあって最大かつ最重要の聖教会の、クーポルツキ大聖堂である。大聖堂は、首都古城の戦いで1242年に勝利した、ネワの聖アレクサンドルを記憶している。現在のロシア聖教会の主座主教である、総主教アレクシー2世の教会における宝則は、この大聖堂で始まった。 大聖堂の内部アレクサンドルネフスキー大聖堂はトゥームペアの丘に立っている。伝承によればこの丘にはエストニアの民族的英雄であるカレビポエグが葬られている。大聖堂は多くのエストニア人からロシア支配を想起させるものとして嫌われている。エストニア当局は大聖堂の破壊を1924年に計画したが実行に移されることはなかった。 1991年、ソ連が崩壊して、エストニアが独立を回復すると、大聖堂は綿密な修復を受けた。ありがとうございます。